います。まあ、これ以外にも今なんか便利な世の中でもうネット検索で何でも調べる世の中なんで、例えば深い睡眠とか打てばもういろんなワードがバーって出てくるんで、まあ、自分にできそうなのをちょっと取り入れてもらえればと思います。で、食べ物とかでも代謝を上げることができます。まあ、例えば香味野菜、ネギとか生姜、セロリとかニンニクとかですね、こういうのっていうのはすごい代謝を上げる効果があるので、ぜひは、まあ、もちろんジモさん自炊すると思うので、こういった野菜を多く使うと代謝を上げやすくなります。あとは、まあ、刺激的なスパイスですね、本当カレーだとか唐辛子だとか麻婆豆腐とか、ああいうのを使った料理っていうのもすごい代謝を上げることができるんで、取り入れてみてください。あんま効果、これ交感神経を刺激して代謝を上げるんですね、こういったカレーとか唐辛子とかこういうの。あんま夜遅くこういうのを食べ過ぎると今度は眠りの質を下げるので、まあ、こういうのは、まあ、昼とかそういうのに食べるのがおすすめです。で、実は、コーヒーってすごい脂肪燃焼効果があるんですね。なんですごいおすすめで、でも砂糖とかあんま入れちゃうと脂肪分解効果っていうのは抑制されちゃうので、コーヒーはブラックがすごいおすすめです。で、すごい牛乳入れる、ありあり、牛乳だけならありですね。これ砂糖がいけないんですよ。砂糖、いけないってわけじゃないんですけど、入れない方が効果が高い、そうなんですよ。だから運動前にコーヒー飲んでくるってすごい効率的なんですね。脂肪分解を高めておくんですよ。で、運動で燃えやすくするっていう、飲みすぎもね、今度は眠りに差し支えるんでほどほどがいいんですけど、まあ、1日1杯2杯は飲んだ方が僕はおすすめだと思ってます。で、最後に運動、運動ってその時の消費カロリーも書いてあるんですけど、だけでなく運動後の代謝を上げてくれるっていう効果があるんですね。で、まあちょっと残念な話をすると、今日やった運動っていうのはまあそんなにハードな運動ではないんですね。まあ有酸素が多いです。そうそう。まあまあ、いや人による意見なんですけど。で、まあ今日やった運動だけの消費カロリーを見たら、まあせいぜい300キロカロリーぐらい。まあこれ人にもよるんですけど、まあ肉まん1個強ぐらいな消費式。運動だけで見るとそんな程度な消費なんですけど、実はその運動っていうのは運動後の代謝を上げてくれるんですね。さっきも言ったように、こっからすごいもう例えばお腹空くの早くなったり、トイレに行く回数がちょっと多くなったりしちゃうかもしれないですね。僕代謝が上がってるってことなんですけど、だからこの運動っていうのはそこでの消費カロリーだけじゃなくて、その後の代謝を上げるっていうことなんで、今日やった運動っていうのはもう本当に何千キロカロリー分の効果があると思ってもらっていいと思います。運動、すごい適度な運動って大事です。